ただいまよりスーパーファイト K1 ライト級ワンマッチを行います。青コーナー、171cm、62.4kg、アイルランド、ソーマファイトクラブ、アローン・クラーク。 K1 王者の強さを見せると言われ、それすら楽しみと、アーロン・クラーク、不敵なり。赤コーナー、170cm、62.4kg、日本、K-1 ジム相模大のクレスト、 K-1 ワールドグランプリライト級王者、与沢ゆうき。何を言おうとやればレベルの違いが分かると、与沢ゆうき。コールされる時のね、ポーズがもう尊敬する先輩のノイリ選手と一緒ですからね。傍らに、ね、同じポーズですからね。控えてますよね、今回この試合の前にオランダ修行行ってるんですよね、与沢は。結構あの大きな選手ともスパーリングして負けなかったって言ってましたからね、まあ、それは今後ずっと役に立っていくだろうというふうに話をしていましたね。マサトさんもお話しされましたね、対談をメディアで。本当すごくね、話して真面目な選手で努力家の選手なんで、頑張ってほしいなと思いますけど、相手65キロとか試合してる選手なんで、アーロン・クラークはそうですね、大きい選手なんですよね。まあ、最大では67キロ級でも対戦しているアーロン・クラーク、第1ラウンドです。この極真仕込みのローキックが強いんですね、与沢は。与沢キックと言われているそのオリジナルに近い蹴りがあります。しかし、マタフさんに、あ、ごめんなさい、マタフさんに与沢選手のエピソードを聞いて、はい、ますますファンになりましたね。いや、本当に、家族を守るためにね。そうですね、もう、あ、でもパンチで詰めてくる。やっぱパワーありますね、アーロン。そうですね、ナイス。でもガードが硬いのも、マサトさん、あの怪物の入り正明選手のようでもありますね。そうですね、がっちり固めて、その先、まあ、19歳ですよね、確か極真のチャンピオンになったら。そうですね、あれが、まあ、あー、カーフキックも効き、カーフキック、ボディも効いた、うわー、ボディへもミドルキックに右カーフキック、パンチで前進、アーロン・クラークです。まあ、クラークは今までで一番調子がいいと思って。でもやっぱクラークの圧力もありますよ、これ怖いですね、はい、やっぱり朝日さんとやった時、あの与沢選手、うわー、左、はい、なんの、はい、もう一発ボディ効いたかも。ここポイント、膝、朝日さんとやった時は、はい、もう与沢下がらなかったですからね、今日下がらされてますからね。確かに、あ、クラーク、こういうところがマサトさん、いや、その階級の大きな選手ってことですよね、はい、右のストレート、ナイスボディ、ちょっと効いたかな、あ、ひるんだか、効いた、後ろ回転、回し蹴り、さあここから、おお、今蹴りからパンチ、そして上段蹴り、中段蹴り、そこからハイキックいきますね、三日月蹴り、マーロンのパンチも怖いですよ、まだ生きてますよね、当然。あ、でもそこで、与沢キック、今与沢キックですよ、あの与沢蹴り、与沢キック、与沢キック、与沢キックって、あの後ろ足を、はい、後ろ足の内側を蹴るんですよ、あれを与沢キックって言うんですね。あと後ろ足の内側ってなかなか蹴れないんですけど、それ蹴っていくんですよ、ね、カーブとはまた違うんですか。また違うんですよ、すごい。まあ、渡辺正和トレーナーが、まあ、それで大変な思いをしてきたということです ね。おお、また回った、ボディへあと50秒。古畑さん、はい、もうちょっと息飲んじゃいますね。いや、本当ですね、この与沢さん の、 あのキックのレパートリーさが、すごいいっぱい出てくるので、はい、緩急がうまいですよね、カーフも効かしてますよ、カーフもボディも効かしてるし、ですから雅人さん、こう頭の回転というのもいいんでしょうね。うわ、ちょっと棒立ちになったか、アーロン・クラーク、ちょっとクラーク下がらされましたよね、左中段蹴り、ミドルフォアから突き放す、ボディに突き刺す、顔面は膝、さあここだ、パンチ、攻め打ち、インロー、払え、あと10秒、でもこう語っています、圧倒的に倒すより、結果的に倒すようにと、たまたまだと言われないように、そんな与沢の第1ラウンド終了、いや、見事ですね、見事ですね、強いですね、本当にこう、シンプルに強さで見せてますね。
強い。マサトさん、やっぱりそれが非常に難しいわけですよね。特にこうタフな、でもあの本当に強い本物の選手はそれでいいんだと思うんですよ、はい、本当に強さで見せれば別に喋らなくてもいいし、はい、と思うんですが、どうでしょうか、生島さん。いやいや、あのね、ハットの見事に地味なところと派手に見せるところのこのバリエーションがすごいいいですね。メリハリ、メリハリ、またちょっとそのあたり、これマサトさん見ていただきましょう。いや、もう本当 下に意識をさせてハイキック、はい、その後ミドルにまたパンチ、膝まで行きますよ。ですね、防戦一方じゃないですか、アーロン。顔面にも膝届きました。さあ、セコンドアウトから第2ラウンド、スックと立ち上がっています与座祐希。策を授けたのは野入正明選手です。まあ今もう兄貴分ですね。ライト級の一戦、 K1 横浜後半戦、アーロン・クラーク自分から前に出てくるか、オーソドックススタイル、カーフキック強い、うん、クラークも膝、マサトさん、やっぱ体格で勝るクラークがこう押し合った時に押されますからね、はい、そうですね、熱いですね、まあ、今クラークも生島さん、これ意を決したかのようにも見えますよね。二段蹴り、すごい中段蹴り、でもクラークも強いですよ、この選手、うん、そうですね、うん、なんといったらこれで倒れない、倒れません。開始から30秒、回る、こうしたトリッキーな技から左ボディ、脇腹も赤く腫れ上がっています。前蹴り、おー、下手回し蹴り、今内もも蹴りましたね、内もも、それがヨザキックです。ヨザキック、内ももを蹴る、大きな特徴を持っています。それからやや横蹴り気味にもなります。ヨザ選手の力みが入ってないですよね。いや、そうですね、あの全部もうパンチをガード越しで受けるときもしっかり相手の攻撃見てますからね、ずっと目開けてますよ、まあ、これといった有効だというのは、佐藤さん、このラウンドはいや、もらってないですね。ただもうこれだけ前に出られるとクラーク相当消耗しますね、疲れるんですよね。攻撃も当たらないっていうストレスも、いや、クラークはどこを打てば当たるかなと、心も打って勝つというふうに古畑さんが宣言しています、与沢、はい、そうですよね、いやー、でも本当になんかもうずっと、あ、ノーストリー、さらに飛び込んで右膝、マサトさん、技が本当手足、いや、本当こう上下と振るんですよね、振り分けて、これナイスボディ、かける、まさに技のデパートですね、本当によく、よくもここまで取り揃えています。ーガードも硬い、すごい、まあ、野入正明選手もクラークの VTR を見ていろいろ策を授けてくれたそうです。自分が気づかなかったところ教えてくれた、それはさすがだというふうに与座も語っています。ちょっとこう生島さん、はい、もう見ている方もこういい意味で淡々としてしまうと言いますか、そうさせる、そんな試合です。なんか与座選手は安心して見てるわけですね。でも、まあ、ですから逆にクラークの方をこう注視してしまうんですかね、うん、あるかどうか。パンチしないか、右ストレート、おー、クラークのパンチを返す。クラークにしても日本 K1 ウィジン、ここでやられっぱなしではいられません。アイルランド出身です。ちょっとでもいいパンチ当たってるけど、本当高いですね、これクラーク。そうですね、うわー、かわす、ノーガードで言い切っています。与座祐希、第2ラウンド終了です。最後終わり際クラークがあの与座に対して怒鳴ってましたよ。あ、どうですか、やっぱ気が強いしね、アイルランド、アイルランドって言ったらあれじゃないですか、あのコナー・マクレーガーが挙げますもんね。はい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 、SBG アイルランド勢、そうですよね。だけどこの人、あのなんか普通街でやったのが、普通のなんか際なお兄さんみたいですけど、はい、実際強いということで、ちょっとあのひょうひょうとしてるんですよね、戻りなども含めて。でも賞金稼ぎですから、金がかかったら負けないぞっていう、底力は持ってるかもしれませんね。なるほど、これは K1 の王者を相手にしていますからね、賞金組としては最高です。まあでも表情もだいぶ変わりました。こちらは名参謀、兄貴分の野入選手がついています。あまり見られていません。さあ、古畑さん、はい、
あと3分です。そうですね、でもクラークさんも あんなパンチを受けてもなかなか倒れないのですごい強いなって思いますよね。でも表情もそんな変わってないですよね。ランスイファイナルラウンド。さあファイナルラウンド、そしてまたアーロン・クラークから自分から前に出てきます。パンチから膝、これも顎にまともに当たれば怖い。まあ、いろいろ空手で構えを変えてきます与座祐希。強烈なカーフ、突き刺すっていう攻撃ですね。生島さん、さすがチャンピオン。確かに。でも今までの与座の試合を見てきたら、あのカーフでもうみんな倒れて、みんなすぐ効かされちゃうんですけど、このクラークはタフですね。なるほど、こういうタフガイがどんどん正人さん、この後与座の前に立ち塞がってくるわけですよ ね、 ですね。やっぱり与座としてはこう、ね、チャンピオンになって初めての試合だからこう、はい、強さを見せ倒して勝ちたいっていうのはあると思うんですよね。そうですね、まあ、2戦前はエイク・ピカートに勝っています。そして前回は朝日さん対応戦、下バックブロー。おお、その後攻撃ありますが、額で食らってますかね。グローブの上ですね。グローブの上、はい、グローブの上。ただあれだけ近い距離でのバックブローはちょっと肘が当たらないから怖いですね。怖いですね。バックしてパテ蹴り気味。そしてすぐに回ります。動いてくる与座、右の蹴りを見せて左の拳、まもなく残り半分です。もう生島ひろしさんの動きが止まってます。ずっとじーっと見てます。だからね、与座選手はやっぱ足をもっと徹底的に攻撃して、ここで右の範囲で倒してほしいですね。そうですか、右上段蹴り。やっぱりこう外国人特有のこう頑丈さですね。これだけでもあれだけやっぱりカーフとかを蹴ると多少自分の足も痛いんですよ。なるほど、はい。アロンクラークは話も見ています。奥足ロー、ローキック3連打、同じところを狙うステップバックからマタドールの中かわす。回転見ました、クラーク。右ストレート、インローは与座、あと50秒です。よし、仕上げで、カーフが、痛々しい。よし、青いですもんね、青くなってますよ、真っ赤になって紫になって、ナイスバディ。いやでもタフだわ、すごい音。体の全パーツを壊して心をへし折って勝つと宣言しています。与座クラークが膝、なんとか気持ちで耐えているのか。クラーク、あと20秒、与座、与座選手の蹴りは 全体重が入ってますよね。そうですね、すごい。おお、二段蹴りまた当たった、右の突き、クラークの意地が飛び込んでくる、森内、あと5秒、カウントダウンがすでに始まっている。こうして最後は打ち合って試合終了です。すごい、いや気が強いね、クラーク選手、気が強いですね。まあ結局生島さん倒れませんでしたもんね。倒れなかったですよ。いやでも正人さんから見てもあのカーフだったら普通の選手は倒れるだろうところ、もう全然平気な顔してますもんね、一応選手だけは。いやもう今まで5、6試合与座の試合見てきましたけど、ほんとみんな聞かされてるんですよ。でもクラークは聞いてる素振り見せないですからね。見せないですよね。さあ判定発表です。30対28、赤い与座、与座30対28、30対28、赤い与座、やはり与座30対27、赤い与座、3人目は30対27、勝者3ポイント差、3対0です。 K-1 ライト級王者となっての初戦、その関門をくぐり抜けました与座祐希。しかしあらゆる武器を繰り出してアーロン・クラークを下しています。なんか表情を見ると与座選手やっぱ KO したかったんでしょうね。そうですね、まあでもなかなかこう手強い初来日の選手ですけど、はい、手強い相手だったんでなかなか難しいですね。チャンピオンですよね、クラーク確か。これそうですね、国内タイトル2つ持っています。まあ、しかも67キロでも戦うようなファイターですから、体の芯といえば相当でしょうね。ああピーターズさんです。ピーターズ、はい、興奮しちゃいますね。やっぱりいろいろ蘇ります。
古畑さんはどんな思いが残りましたか、はい、いややっぱ両者ともに本当に強かったなと思いますけど、あのヨザキック、はい、やっぱりあのすごいなっていうふうに思っちゃいました。あれ覚えてください。覚えました。もう今日で確実にヨザキック覚えました。さあ改めて正人さんにポイントを伺いましょうか。いや、 やっぱりこうもう、まあ、圧力ですよね。ヨザに、ヨザの前に出る圧力とやっぱりカーフキック、はい、まあ、いろんな面でこう倒すことはできなかったですけど、はい、完封ですね、はい、まあ、マサトさんから言葉をもらったのが本当に嬉しかったと語っています。強さは本物だからっていうところ、そうですね、まあ、本当強いんでね、またこの階級でね、はい、僕個人的には対抗戦とかも見たいですよね、ヨザのね。そうですね、あ、まあ、昨今また火がついてますもんね、ここで K1 にヨザ勇気ありというところ十分に、まあ、この後あるでしょうかね、近い将来。やっぱり格闘技は強さだから、そこは本物だから、その言葉の中でまた向上心が垣間見えるヨザ勇気の一勝でした。